皆さんこんばんは、ガリチャンネルです。さあ月曜日のお願いします。月曜日練習会始まりました。いやガリ選手危なかったですね。参加ギリギリ、ちょっとね夕方うとうとしておりまして、気がついたらね、夜の9時になっていて、あこれは時間がないなということで、まあ、急遽オフラインでですね20分ほど練習して、でなんとかこのホストレースに間に合ったんですけど、タイムを残すことはできずにですね20番手からのスタートとなります。このウィントンサーキット、新しく収録されたサーキットなんですけども、今シーズンの初めの方ですかね、 F4 のレースで走ったことがあるんですけど、まあ、スキップアバーで、ね、走っても相変わらずこうタイトコーナー多くてね、なかなか難しいコースだなと思いますね。それでは行ってみましょう。周りがね外人さんだらけで、ちょっと空気読んでくれるか分かんないですけど、心配ながらスタート。前のドライバーがゆっくりめですね。さあ右側ブラッドリーさんがいるんですね。あこれ左コーナー、おお、なんか鼻息が荒い。右のブラッドリーさんの、おーおー、鼻息が荒い、怖い。こういったねオラオラ系のドライバーはちょっとねさっさと生かした方が良さ。ああ右側で接触、ああ前でも接触、ああそしてさらに前でも弾き出されている、コーラ地獄。前のブラッドリーさんがなんか火花散ってますけど、ああサス壊れてるんですねこれ。はい、さよならということで、なかなかね巻き込まれた人も災難だなと思いますけど、このね下の下々のグリッドからのスタートではやっぱね事故に巻き込まれないというのは大事ですよね。さあ前を走る高弘さんがこれ追突されてるんですかね。ウィング曲がってますね。後ろからのマークさんは、マークさんは 1.5 秒差、これは大丈夫そう。前がね、まだまだ詰まってますね。その前が前方が高弘さん、その前がもう1台、さらにもう1台、新一さんと、広なんとかさん、が接触あったようですね。いやこのウィントンサーキットあんまりこうなんかねパッシングポイントなさそうかなっていう気が、F4 の時もねしてたんですけどね。スキップワーバーどうでしょうね。そういえばガリ選手、セットアップ、スキップバーバーの、ね、セットアップがどこでしたっけ。シャルロットのローバルだったので、お1台オーバーラン、モンタさんオーバーラン、そうですね、シャルロットから、70ミリですね、車高70ミリのままずっとセットアップ変えるのを忘れていたっていうのがあって、ロードアメリカでもハンガロリンクでもですね、いやーなんか曲がんないなーなんて思いながら、70ミリセットのままね走っていったっていうのが、はい、失敗だったなと思うんですけど、道理でねタイムが伸びないなというね理由が分かりましたね。やっぱねアンダーステアなので序盤はねそんなに怖くはないんですけど、タイヤ温まってくるとねどうしてもタイムに限界があるなと、はい、いったセットアップだったのでちょっともったいなかったなと思いますね。今日は50ミリにちゃんと戻して参加しております。まあ、おかげでねやっぱ序盤結構スピン注意ですよね。さあ引き続き前行くのが高弘さん、まだタイヤが温まりきってない高弘さん、その前行くのが久々、スキップおじさん支店のヒロさんですね。その前行くのが桜パパさん、改め魚パパさんでしたっけ
ね、今、なんか単身赴任かなんかで、で簡易的なコックピットを赴任先に持ってってるって言ってたんで、この10番手を走ってるっていうのはね、多分DD1 ではなくて簡易的なコックピットの方で参加してるんじゃないかなとは思いますけど。さあ、そして後ろがモンタさん。モンタさんもね、セーフティーレーティング B の 4.9 あるんであれば、もうさっさと A ライセンス取ってしまえばね、いいんじゃないのって思うんですけど、やっぱね、B ライセンス、A ライセンス、何が違うかというと、スキップババのね、レースに参加していく上では何の違いもありませんけど、とりあえずね、A ライセンス取ってるとかっこいいってのがありますね。モンタさんが、攻めてきている。ね、比較的若手の世代だとモンタさんってやっぱミノさんを想像されるかもしれないんですけど、我々ねガイル選手世代ではモンタさんというとねダンシングオールナイトですよね。やっぱりねあれ何でしたっけ、モンタ&ブラザーズでしたっけ。やっぱねミノモンタよりはねダンシングオールナイトモンタさんの方がかっこいいんじゃないかなっていうふうにね思いますね。さあ、一度脱落、コースアウトして脱落したけどなかなか早いモンタさんと、あと前のね、高弘さん、そしてヒロさんと魚さんですね。やっぱね魚さんが結構ね道具が悪くてもやっぱりじりじりと引き離しつつありますね。このねタイトコーナー連続がこのターン7、8、9ですね。 F4 の時もね結構苦労しててこれきついなと思ったんですけど、スキップバーバーでもねきついことに変わりはないですね。さあ前の、ドライバーたちが綺麗に等間隔で並んでましたね。さあレースは5周目、17周で争われますので結構なんかね長丁場という感じがしますよね。あーなんか1台吹っ飛んでいった。さあ前方の高弘さんが軽くミスですかね、少し縮まりましたね。さあこのねターン7、8、9忙しいですね。これはねダイレクトドライブのトルクを上げていると結構腕にきそうなコーナーですよね。しかも低速コーナーが速くないガイル選手としては、多分ねここも速くない部類のサーキットに入ると思いますね。ポールポジションは相変わらず永井さんがね取ってましたけど、このまあ、仮にガイル選手が、ラップタイムを残せていたとしても、何までかな、15番手とかそれぐらいだったみたいですね。今ね、練習だけ参加してレースに参加しない外人さんが結構多くて、本来ガイル選手26番手だったんですよね。予選26番手の、20番グリッド21番グリッドスタートぐらいですかね。でまあ、本来26番手グリッドだったけどもタイムを残せていたとしても18番手ぐらいなんでね、やっぱり皆さんね非常に速いなというのがねよくわかりますね。さあ前を走る高弘さんですね。高弘さんもアイレーティング3400なのでね侮れないドライバーですね。いやスキップババ遠赤に乗っても大丈夫とはいえやっぱ乗るとね不安定になりますね。
お前の方でバトルが、おお、いかんいかんいかん、スライド多め。さあ後ろからモンタさんが迫ってきた。さあまだ2台のバトルは続いている。さあ今度は、魚さんが敏夫さんをオーバーテイクしたんですね。今のね1コーナー縁石またぎ、なんか溝落としできるんじゃないかって思ってしまうんですけど、結構難易度は高そうですね。さあヒロさんがグレーキロックですね。さあこのね、8番手争いですね。ここがずらっと連なっている。なんかねこのコーナーの感じ、ちょっとあの距離は、おーっとヒロさんがミス。さあそしてイン側に高弘さんが飛び込んでいく。さあこの隙によしよし、ベルガこれ元ネタ分かんない方は何のことか分かんないと思うんですけど、1991年ですかね、モナコで、90年ですかね、あのアランプロスト、フェラーリのアランプロストを、マクラレンのゲルハル、違いますね、91年ですね、ティレルのジャン・アレジがね、あのオーバーテイクしたところを、そのアレジの真後ろについてたベルガーが俺もということで、あの一緒にね、アレジの後ろについてオーバーテイクしようとしたけど、プロストが先生がね、それはさすがにさせんよってことでインを締めて、お互い接触して赤旗っていうですね、はい、そのことを略して、ベルガーと、はい、ガイル選手呼んでます。これね、いや絶対普通の人は分かんないですよね。うん、とりあえずヒロさんがね、あのプロフェッサーのようにインを締めてきて、お互いね接触赤旗にならなくてよかったなと思いますね。まあ、アイレーシングね、あのイン側取った方が有利ですからね。アウトから幅寄せされてイン側の車両がダメージ受けるってことは少ないですね。やっぱりその車両を壊すほどのエネルギーがやっぱイン側だといかないんですよね。逆にそのアウト側のね、車両が押し出されてしまうので、やっぱりね鼻先だけでもイン側ねじ込んだ方がアイレーシング有利ですよね。やっぱりバトルのやり方がね、こう分からないうちはこうイン側を刺されて悔しい思いをね、することも結構あるんですけど、だんだん分かってくるとアウト側でも粘る方法っていうのがですね、だんだん分かってくるようになるので、そうするとね結構バトルで良いレースができるようになってきたりしますね。さあ前方の高井戸さんが軽くミスですけど、意外とですね全体的にまとまりが良くて、これはね攻略するのは難しいライバルですね。リアウィング曲がってるんですけどね。こういったねターン7、8、9のようなタイトコーナーはやっぱりスキップババのような小さなね車の方が向いてますね。これね F3 で走れって言われたら相当大変な気がしますね。あとはね重たい車ですよね。 GT3 なんかではね絶対走りたくないですよねこのコース。カナダのモントリオールなんかも結構タイトコーナーが、ね、特に中段中盤配置されていてしんどいなと思うんですけど、あそこも曲率が結構大きいですからね。鈴鹿のヘアピンもそうですし、
ね、今度収録されるという噂の富士スピードウェイのね、噂というか、まあ、ほぼ確定でしょうけど、富士スピードウェイのヘアピンも一度ね、実車でロードスターで走ったんですけど、あれヘアピンというよりもですね、まあ、結構な中速コーナーというか、筑波の 1ヘア2ヘアよりも曲率大きいですからね、富士。なんでね、あんまりヘアピンっていう感じではしなくて、特にね、ロードスターみたいな小排気量車の車だと、なんかヘアピンというよりも普通のコーナーだよなと思いながら、コーナリングしてましたね。いや、それよりもね、富士スピードウェイだけではなくて、せっかくね、アイレーシングの測量チームさん日本に来られたんでしたら、スポーツランドスゴをお願いします。あそこはね、本当に走っていてね、楽しいエキサイティングなコースなので、ぜひね、収録してほしいなと思いますね。ね、スポーツランドスゴでスキップバーバーでね、バトルしたいですよね。馬乗せのブレーキング勝負ね。まあ、馬乗せでもアウト側で粘れれば、次はね、インアウト交代しますから、あそこはね、バトルがなかなか面白そうかなと思いますね。高井さんもね、唯一この最終というか最初の試験ですね、あそこが難しいですね。おっとスライド、おっとこれはチャンス、よしポジションゲット、10番手に上がりました。高井さんが、ね、2回ミスしましたね、試験とあと1コーナーと、まあ、こういうミスを確実に仕留めるっていう戦法でないと、なかなか普段の、ミスのない状態で差し込んでいくっていうのはなかなかしんどいですね。さあ前2台がバトルしてない。ここのインを、インのね、縁石ギリギリをかすめるのは難しいですね。気持ち的には縁石に乗ってくぐらいの感じでハンドル切っていかないと、このスキップバーバーは、縁石ギリギリをかすめられないですね。あそこのコーナー、コーナー10ですね。さあレースは12周目、3分の2消化といったところですかね。ここのね、ターン1、2がそんなに直角コーナーでもないので、スピードを乗せていきたいんですけど、やっぱね、難しいですね。そうそう、このね、サーキットの感覚がコーナーの長さは違うとはいえ、モテギがね、ちょっと近いんじゃないかなと、いうのをね、さっき言いかけました。結構ね、直角コーナーが多くて、このね、タイトコーナーが多いっていうのはちょっとモテギとは違うんですけども、他のコーナーもね、まあ、極立 の、 小さなスインリンクモテギロードコースみたいな、そんな印象ですね。でガイル選手、モテギサーキットはあんまり好きではありません。実車でもね、実車でも3、4回ぐらいですかね、アイドラーズ耐久っていうやつで出たことが、やっぱロードスターをドライブして走ったことあるんですけど、モテギ実車だと、まあ、まあまあ楽しいかなと。やっぱね、実車はね、エキサイティング度がシミュレーターと比べて上がりますんで、そんなにつまんないサーキットというのもね、ないんですよね。でアイレーシングだと、もうだいぶこう飽き飽きしがちな筑波サーキット2000でも、あれもね、別に30分でも1時間でもずっとね、走り続けられますよね。やっぱりね、次はね、もうちょっとこうしようとかね、ああしようとか、そういったトライアンドエラーが1周が短いんでですね、繰り返しこう試しやすいってのが筑波の良さかなと思いますね。まあ、ただあそこでね、レースするのはオーバーテイクする場所がなさすぎて、なかなか難しいですね。さあ後ろ高井さんが追い立てて来ている。前の2台は、近づかないですね。これは、前の魚さんがね、引っ張っていってますね。
さあ後ろ高平さんが少し離れましたね。さあ17周のレースも残り4周ですね。最近ね配信で15分のレースとか結構出場しているので、このスキップバーバーのね、ほぼ25分近く、ある、ね、走行時間結構長いなっていう風にね最近感じるようになってきました。さあ前の2台が敏夫さんが少し離れつつありますかね。まあそれでもなかなか遠いですよね。そういえばね急にお料理話に話は変わるんですけど、どうもツイッターでは麻婆豆腐がアイレーシング界隈ではブームなようでして、ガイル選手もねゴールデンウィークで計3回ですかね麻婆豆腐作りましたね。あれはなんかやっぱね辛さとしびれがこうね病みつきになるというか、あんまりね食べ過ぎると脳細胞がね壊れてバカになりそうなんですけど、まあそれでもねなんかこう食べたくなるような麻薬的なね魅力があるのが麻婆豆腐なのかなと。でガイル選手の家には、でっかい冷凍庫がありまして、通販でね購入した麻婆豆腐カンスっていうラーメンの麺状になった、豆腐を乾燥とか絞って固くした、麺状の豆腐ですね。これを使って麻婆豆腐作ってまして、こっちの方がね味わいが良いというか、やっぱね木綿豆腐を使った麻婆豆腐だとこうやっぱ豆腐味がね結構してしまって、それよりはやっぱりねこう辛みの方が欲しいなと。であと絹ごし豆腐も作ったんですけど、やっぱだんだんね崩れてきてしまうっていうのと、そうですね、ガイル選手大体10人前ぐらい一気に作ってですね、その後ホットクックで、温かい状況でずっと保温してるっていうのがありますので、作りたてはね絹ごし麻婆豆腐も結構うまいんですけど、時間経つとねちょっとなんかボソっていう感じがしてあんまし美味しくなくなるっていうのはねありますね。そういう意味では木綿豆腐の方がまだ良いのかなと。ただそれでもやっぱりね麺状になっている麻婆豆腐乾数豆腐乾数を使った麻婆豆腐の方が個人的にはね好みだなということで、10人前みたいに大量に作るとなると、クックルーみたいな有り合わせのものではなくて、ちゃんとした調味料をね、分量を測って、作ると、それだけね手間をかける価値が10人前にはあるということで、最近昔はやっぱ難しかったんですよ。最近だともうアマゾンで専門的なね調味料ですね、ピーケン豆板醤ですとか、あとは道地のね、粒を1台お戻ってきた。ヒカルさん次世代のエースヒカルさんがコースアウトしてましたね。道地ですとか、あとねホワジャオですね、花山椒って書きますけど、ホワジャオの赤いやつとか青いやつとか、あれもねホールで通販で頼んで、都度スパイスミールで引いてですね投入してますんで、まただいぶしびれる感じはねしてますよね。話してるうちにまた食べたくなってきたなと思うんですけど、あれはねちょっとね、
常食してるとね、多分あのね、あの脳細胞が壊れてあのバカになりそうですので、ほどほどにですねしときたいなかなと思いますね。やっぱりね、カプサイシンの唐辛子はあんまり食べ過ぎるとね良くないらしいですよね。でガイル選手も実際あの辛さとしびれには結構慣れてきたんですけど、やっぱりねあの胃腸がね、胃腸がねこのカプサイシンの痛みなんでしょうね。結構食べた後ね重たくてドーンドヨーンってなるんですよね。で最近あの胃腸くんも慣れてきたみたいなんですけど、やっぱね食べ始めはねそのあんま意外とお尻が痛いってことは少ないんですけど、やっぱね胃腸がね鈍痛というか唐辛子の痛みでですね胃腸が重たくなるっていうぐらい、まあ、辛さとねしびれをこう自分なりにアレンジしてですね強めな味わいにしてますので、はい、デリバリーしてほしいっていう方はねたまにいらっしゃいますけど、結構ね痛いガイル選手の痛い麻婆豆腐ですのでお気をつけくださいと、まあ、いうことでファイナルアップですね、残り半周ほどとなりました。前方の、やっぱ魚さん早いですね。じわりじわりと引き離していって、で後ろの高弘さん、うん、最終的に、またミスがあったのかタイムは離れましたね。さあチェッカーフラッグが振られて、長かったスキップフォワードのレースもフィニッシュですね。いやギリギリ参加の割にはまともにレースできたんでよかったかなと思いますね。はい、というわけで25番手スタート8番手フィニッシュ、これはジャンプアップショーではないでしょうか。これにいた人は高弘さんもね、来週からも頑張りましょう。高弘さんも結構ジャンプアップしてますね。としおさん、おお、魚さんすごいですね。これはすごい。で優勝が長井さん、2番手がスキップ実証、これもジャンプアップ賞ですね。ありがとうございました。おで正田さんが予選2番手だったんですね。さすがこのやっぱ予選の早い正田さんっていうのはね。で、ケンジさん、正志さん、うん、魚さんと、はい、いう、ポジションレースでございました。ではオープニングアップからお別れしていきましょう。今日はなんかスキップバーバー配信なのか麻婆豆腐配信なのかよく分かんなかったんですけど、結構ね今日台数多いですよね、うん、まあ、ここのねアウト側にいるブラッドリーさんですね。この方がなんか鼻息悪くてですね、ここねミドルから来るかっていうので、さすがねこれはなんか怖いもの知らずのね外人さんっていう感じがしますよね。まあそれでも、うん、ここら辺で、やっぱりね、この前を走っていた方もねそうなんですけど、そんなにね序盤からガツガツ来るとは思ってないんですよね。そこをねオラオラっていう風に行くと、まあ、こういう風にね芝生にコースアウトして、レースが終わってしまうとなりますので、うん、まあ、これはね何度も苦い思いを経験しないと分かんないことなのかもしれないですけどね、うん、やっぱね誰しもね駆け出しのオラオラ期はあると、はい、いうことで皆さんもお気をつけくださいと、はい、ということで、またね明日からオフィシャルレースいろんな車種で配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録や高評価低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。